本の反射モデル。本の反射モデル。本の反射モデルとは、三次元コンピュータグラフィックスにおいて、モデリングされた、面上の点に影をつけるための照明と、陰影、シェーリングモールである。本照明、本ライティングとも。このモデルは、ユタ大学の理学博士である、によって開発され、1 9 7三年に、イルミネーションフォーコンピュータジェンナイテッドピクチャーズの、 題で学位論文として発表された。合わせてこの論文中には多角形面モデルからラスタライズされた個々のピクセルに対して保管計算を行う方法も論述されていた。この保管技術は後述するように本シェーディングとして知られている。本の反射モデルでは一般的なをより単純化して扱うことができる。 このモデルでは、面上の点における陰影を決定する際に、次のような単純化ができる利点がある。最初に、芯における光源ごとに、鏡面反射成分フォーミュラ1と拡散反射成分、フォーミュラ2を定義する。通常、それぞれ RGB 値である。また、アンビエント照明の制御は、フォーミュラ3でなされ、すべての光源の影響の総和として計算されることも、 次に、それぞれの材質について、以下のものを定義する。さらに、すべての光源群の光を定義する。物体表面上の点から、それぞれの光源への方向ベクトルを、フォーミュラ8と置き、この表面上の点における光線を、フォーミュラ9、面上のその点において光線が完全に反射される、方向を、フォーミュラ10とする。そして、 視点に向かう方向をフォーミュラ11とする。表面上の各点における陰影つまり光の強度フォーミュラ12は次の方程式を用いて計算できる。これがフォンの反射モデルである。拡散反射光の項は視点の方向フォーミュラ11には影響を受けない。拡散反射光の項はその点から視点方向を含む全ての方向について等しいからである。 一方で、反射ベクトルフォーミュラ10が、視点ベクトルフォーミュラ11の向きに非常に近い場合のみ、表面反射項の項が大きくなる。これは、フォーミュラ10とフォーミュラ11の間の角度のコサイン、つまりフォーミュラ10とフォーミュラ11のそれぞれの正規化ベクトルの内積に、フォーミュラ7のべき上で効いてくるからである。フォーミュラ7が大きければ、 ほとんど鏡のように反射するような表現となり、表面反射光のハイライト面積は非常に小さくなる。これは反射時に視点方向が反射ベクトルからずれていれば、コサイン値は1より小さくなり、大きい値でべき乗するとほとんど0に近くなるからである。色を RGB 値で表現する場合、この式は RGB 成分のそれぞれについて別々に計算するのが、 一般的である。フォンの反射は、経験に基づくモデルであって、光の相互作用の物理的な説明に基づくものでは、なく、非公式な観察によるものである。フォンは、光沢の強い表面は、表面ハイライトが小さく、その輝度がすぐに落ち込んでいること、一方で光沢の鈍い表面は、表面ハイライトが大きく、その輝度の落ち込みがより緩やかであること気がついた。 この方程式をグラフィカルに表現すると以下のようになる。環境反射光と拡散反射光の色は同じである。環境反射の光は均一であるのに対し、拡散反射の光の輝度は表面の方向によって値が変わることに注意すること。表面反射光の色は白色で表面に当たった光のすべてをほとんど反射するが、それが照らすハイライトは非常に狭い。 おパングル及びダイレクト、3D といったグラフィックス API を用いたリアルタイムレンダリングでは描画速度などの制約から局所証明モデルを採用することが多いが本反射モデルはその単純さから計算量もリソース消費量も少なくて済むためソフトウェアもしくはハードウェアによる固定機能、シェーダーとして標準実装されていた オペグル2.1よびダイレクト 3D9 まで、ハードウェア性能が向上し、プログラマブルシェーダーが一般化してからも、軽量さから本反射モデルが採用されることもある。なお固定機能の廃止された、オパングル3.1よびダイレクト 3D10 以降では、本反射モデルの実現には、プログラマブルシェーダーが使用される。一方で、極めて単純化された大雑把な近似モデルである。 ことから、表面化散乱や環境遮蔽といった複雑な拡散反射光や環境光による帯域証明現象を記述することはでき面上の点で色を計算する反射モデルに加えて、フォンはまた、曲面のパッチを表現するラスタライズされた三角形において、ピクセルごとの色を計算するための保管方法も開発した。これらの反射モデルと保管法のトピックは時々、 本シェーディングという用語として一緒に扱われる。しかし本シェーディングという用語はあくまで保管のための方法にのみ使われるものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。